きます。水道橋駅ご通行中の皆様、お久しぶりです。選挙期間中約2週間、私どもはこのような街頭で皆様に訴えさせていただくことを少々遠慮させておりましたが、本日より遠慮なくいつものようにやらせていただこうと思っております。選挙期間中相変わらずつまんねえ選挙だなと思っていた最終段階において、まさかと思う出来事が世間を賑わせました。連日のように皆様もテレビをつければ目に飛び込んでくることでしょう。ネットでニュース配信を見ればそのことで持ち上がっていることでしょう。安倍晋三元総理が凶弾に倒れ亡くなられたという報道であります。彼が総理在籍中より私どもは常々救急車が通りますので一時中断いたします。再開いたします。彼は生前総理在籍中より北朝鮮による拉致被害者の問題に対し、選挙のたびに何かあるたびに取り戻す全力を尽くすなどとおたまっておきながら、延々と進展どころか国戦に相手にされない有様、アベノミクスなる景気対策を打ち立て我が国の経済を発展させるとのたまっておきながら、結果は何が起きたか、このコロナ蔓延による、品肺炎による経済状況もさることながら、それ以前からすでに落ち込んでいた事実があるわけであります。またサイレンが鳴りましたので中断いたします。この経済対策を打ち立てておきながら、やったことは何かといえば、まさに自分に媚びへつらう者に対しては利益をジャブジャブ供与し続け、国民からは税金、社会保障費などといって銭を吸い上げていた始末、支持者の人からは夢を見させ餌を与え、結局利益を得た人は果たしてどれぐらいいたのでしょうか。そして日本を取り戻す美しい国というスローガンを立てていたことを皆さん覚えておいででしょうか。ですが蓋を開けてみればどういうことか、あまりにも美しい国とは程遠い醜い有様が横行する国になってしまったのではないでしょうか。そして日本を取り戻すと言っておきながら、やつがやってきたことはプーチン大統領に媚びへつらうためだけに何十億円何百億円の資金を提供し奪われ、そして北方領土をより一層困難にさせる現地を捉えてしまった始末、これを売国政治と言わず何と表現すればよいのでしょうか。我が国は外国に総額60兆円近い日本の国民の皆さんから集めた金を外国にじゃんじゃん資金援助の目的でくれてやっているわけであります。その金を何のために使っていたのか、もちろん外交成果のためであります。発展途上国あるいは紛争地といったこの国の人々が苦しんでいるのであれば、そこに支援をするのは人道的
道義的にも必要なことでありましょう。ですが真の目的はその外国政府に対し金を与えていいように思わせるという手段にしか過ぎなかったわけであります。仮に金をもらった与えた人が亡くなったとき何も弔辞を示さなければ当然無礼千万に移ることでしょう。ましてや金をもらっておいて悪口三昧などとやればこれはまさにクズの所業であると皆さんは当然そう思うことでしょう。そしてこのクズの国どこかといえば我が国に最も近いとされるあの国でありますが、この無礼な国に対し生まれた時から永遠とズブズブ関係だったのが他でもない愛国ずらした安倍晋三だったわけであります。このように支持者を騙し支援者を騙し国民を欺き続けた彼のふさわしい最後があの教団だったわけであります。ぶっちゃけて言えばあれは死んで、あのように死んでようやく名誉が保たれたと言っても過言ではありません。あの男に大勲位菊花大綬章をあげるという話も今出てきております。あの勲章はどういう人に与えられるかといえばこれは今持っているのは平成の上皇陛下そして今の金城陛下のみです。あと戦後において渡された人は4人おります。その4人とは誰かといえば戦後初の首相の吉田茂そして佐藤栄作そして中曽根康弘そしてあいつなわけであります。この吉田茂はどういう人物かといえば私たちがアメリカ大使館や自民党本部で抗議糾弾するときに必ず屋根玉に挙げる人物なわけであります。すなわちアメリカにこの国を売り渡した男の代名詞それが吉田茂。そして次の佐藤栄作といえばこれは我々の他にさまざまなどういう団体の方がおっしゃっておられることですが東京大空襲広島長崎の原爆投下これを指揮していたパーチスルメイなるアメリカ軍の司令官に戦後やつはこれまた高位の勲章を授与した男です。我が国の国民をなぶり殺しにした敵の将軍に戦後平和に貢献したと寝言を言い我が国の栄典を与えたのがこの佐藤栄作。中曽根康弘といえば先日他界されましたが彼は1984年のプラザ合意において我が国の高度経済成長に終止符を打ちバブル経済のきっかけと破綻を作ったあの男がまさに中曽根康弘だったわけであります。そして靖国神社に天皇問題を持ちかけたのも他ならぬ中曽根康弘だったわけであります。この3人まとめて言えば国賊以外の何者でもなかったわけであります。そしていよいよここに国賊安倍晋三が加わったということは菊花大綬という勲章はどういうものかといえば我が国の国民の命そして財産将来の安全生命
あらゆる利益というものを特にアメリカに売り渡したものに与えられる勲章ということになってしまうわけであります。そしてあの勲章がどういう形かといえば、このように首から下げる形ではあります。つまり首輪と一緒、犬の首輪と似たようなものを恐れ多くも天皇陛下のみが配用することができるものにさせてしまっているわけであります。それを決めたのは他ならぬ外国でもなければ我が国の日本国政府なわけであります。つまり少年と心の少年の底から負け犬根性が染み込んでいるのがこの戦後日本政府の体質なわけであります。だからこそ外国のインチキカルト宗教に弱みを握られ、永遠とズブズブと70数年間つっぷり つけられて身動き取れなくなってしまっているわけであります。このような堕弱な政府は直ちに改めない限り本当に滅んでしまうということを肝に銘じなくてはなりません。それは政治家だけではなく、私たち日本国民、日本に住む全ての人々が自覚しない限りインチキカルト宗教の食い物にされちゃうわけであります。このような凄惨な事件、そしていわゆるリベラルの人たちは安倍死ね安倍死ねと散々言っておきながら、いざ彼が凶弾に倒れたらお悔やみ申し上げますなどと古いことをもたまっているわけですが、だったら今まで彼らは死ねという言葉をどういう意図で使っていたのか私には理解できないわけであります。死ねというなら本気でやるぐらいのこのようなことを言わない限り言葉というものが軽くなってしまうことを、少なくても政治に携わる者は肝に銘じておく必要があるわけであります。このように少なくても最後の最後になって彼はこの永田町に救う政治や連中の性根というものをあぶり出してくれたということだけが唯一の功績であると私は判断しております。また救急車が通りますので一時中断いたします。最近暑くもなってきましたし、コロナもまたどこまで本当かは分かりませんが、また1万超えて昨日の時点で2万に迫る勢いであると言います。どのような症状になるかはそれぞれでしょうけども、また再びこのように健康状態を損なうような疫病が蔓延していてしまえば、またこの国の活気というものはこの2年のように落ちてしまうことでしょう。そんな中、我先にと己の利益のみを追求する人を騙し取ってでも我が身の利益保身に走るような、このようなはっきり言えばかっこ悪いみっともないシャバいような世の中にはこれ以上なってほしくないと私は心より思っております。皆さんがよく知る人々、そして憧れの的、少なくても安倍晋三の支持者から見ればそのような立場である人が嘘800を並べ、都合が悪くなら病気に逃げ、そのようなものを使う人間などは所詮それ以下の
クズであるということを認識する必要があるのではないでしょうか。少なくても保守とのたまっていたあのような人々は結局普段は韓国の悪口を言っていながら、その親玉である安倍はあそこと別体だったわけであります。これは彼の支援者に対する最大の裏切りだったのではないでしょうか。あのようなものが教団に倒れるのはいわば当然の成り行きだったわけであります。これをきっかけに人を騙し我が身の保身に走り利益を図るような政治家は命を狙われてもおかしくないということを強く自覚し、これからの政治活動に邁進していただきたいと提言いたします。さもなければとっととおやめなさいとも付け加えておきます。政治というものは結局は誰かから誰かに得をさせるためには誰かに損をさせてしまうことになるわけであります。全員に得をさせることなのは難しいわけであります。小さい世界であればその外から持ってくるということであればそれが長寿に合わせられるわけであります。それがいわば欧米列強が16世紀以降行っていた植民地支配という方法だったわけであります。それができなくなったからこそ国民の生活はそれぞれそれぞれどんどん縮小していったわけでありますが、このような白人帝国主義、その根底にあるのが西洋近代キリスト教文明であり、そのキリスト教のありゆうである異端の邪教が我が国の政治に救っていることを直ちに重く認識し、この邪教を駆逐する必要があるわけであります。邪教はとっとと日本から駆逐せよ、駆逐せよ。政治家どもは姿勢を改めよ、改めよ。そして第四の維新を遂行せよ、遂行せよ。キリスト教文明を打倒し新文明闘争に邁進せよ、邁進せよ。私からの訴えは以上となります。ご清聴ありがとうございました。よーし、よっ、よっ。男子突撃編集長を務めます、南良太による激圧メッセージでございました。民族の石同盟機関紙最新号発売中でございます。この雨の中少しでも興味ある機関紙ぜひ手に取って読んでみたい、こういう方金額相談に乗ります。今のがチャンスです。あと5分で撤収します。その意味で我々は第四の維新、そして新文明闘争を戦う民族派団体でございます。今の政治家、先だっての選挙でもそう、給付金配る、クーポン配る、旅行を連携する、ちまちましてたら日本国家が滅びてしまうわけであります。政治家たるもの、国家の指導者、国家のリーダーであるならば、1億2000万の命を預かってるリーダーであるならば、なぜ国家100年の体系というものを語れないのか、夢を語れないのか。1億2000万の命は俺がもらった、俺が1億2000万の人たちに飯を食わせる、それぐらいのロマンをなぜ語れないのか。本命極める日本の
この国家社会、まさに国民になってしまった二世三世ボンクラ世襲議員がのたまう国会、ダイナミックな政策を一つできやしない、どうもありがとうございます。この意味で大ロマンに向かって走っていこうじゃありませんか皆さん。一人でも我々に興味を持ってくればそれでいいんです。どうぞお兄さんもそう